うわ、めっちゃ出てきた。オイル。よし。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。奈良県津軽湖に来てます。関西を代表するダム湖なんですけど、バスの特徴として結構他のフィールドと比べてバスが沖の何にもないところに出やすいっていう傾向があると聞いてまして、だその沖の魚を沖で釣るのか、それとも岸に寄ってきたところを釣るのかっていうところが個人的にすごく気になっているところです。今回の名人増田さんに釣っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。増田明宏です。ここで、ガイドをやってるんで、いい魚を見せれるように頑張りたいと思います。ちなみに津軽湖ってなんて言うんでしょう、どういう特徴があるダム湖なんですか？そうですね、基本的にバックウォーター、流入河川の水量が少ないんで、ダムが放水してないとちょっと通常のカレントっていうのがなかなか聞きづらくて、その加減でベイトフィッシュとかも沖の方に出やすいっていうのがあって、で、それについてバスも沖へ出てしまうと。ただ風とかが吹くとその風でカレントが起きるんで、それによってベイトフィッシュの方がバンクに寄ったりだとか、またベイト以外のね、エビとか、ゴリとかそういったベイトを捕食してるやつとかも岸とかにいてるんで、状況を見ながらしっかりと釣っていけたらいいなと思います。ちなみにまだ出てないんで分かんないと思うんですけど、はい、どういう釣りがメインになると思いますか？そうですね、基本的にはアフターのシーズンなんで、表層系、バンク寄りの魚を表層系もしくはサイトフィッシングでやりながら、これからのシーズンロングワームっていうのが結構有効になってくるんで、その辺ちょっと織り交ぜながら状況見ながらやっていきたいと思います。ベントミノですね。ちょっと表層のアユとかそういうのを意識してる魚を、ちょっとフェーザーつけてチューンしてるんで、アイジで引っ張って、仕掛けていきたいなと思います。ちなみにそれ、はい、アイジで引っ張るのであれば、はい、いわゆる普通のアイジ系のルアーでもいいと思うんですけど、はい、わざわざベントミノをチューンしてアイジ系にして使ってるっていう理由は何なんでしょうか？通常のアイジのルアーだと、大体まっすぐ引っ張ってくるっていう以外、あとスピードの調整ぐらいしかちょっとこう壊すきっかけっていうのを与えにくいんですけど、ベントミノを愛知で使うことでアクションさせた時にちょっとトリッキーに動くんで、その辺で仕掛けていけるっていうのでちょっと注意して使ってます。増田さん、今、はい、こう若干リトリーブと同時に、はい、船を微速で進めながら、はい、糸付けを出す方向で巻いてると思うんですけど、はい、それはなぜでしょうか？自分で引っ張るというよりかは、その糸の重みで引っ張ってくるイメージで引っ張った方が水面をゆっくり愛字に引いてこれるっていうのと不自然にならないっていうので、基本的にリトリーブしてるけどラインはたるんでる状態を作るってます。
あ、でかかったですか？今3匹ぐらいいてたんですけどね。何センチぐらいありました？そうですね、40ぐらいですかね。うん、今僕魚見えてないんですけど、はい、増田さんがチェイスを確認して、はい、すぐにこうトゥイッチを入れたんですか？いや、チェイスしてきてちょっともう見切りそうなタイミング、追うのをやめるようなタイミングでトゥイッチしたって感じですね。振り向いてくれなかった感じ？そうですね。ちょっとオーバーハングがきついんで、あのワームで、 IG 系のワームで、やりたいと思います。ちっちゃいけど、ついてきたけど食わなかったですね。おお。フライガードかな。ちょっと上流行きます。はい。増田さん、今は最初のこう、まあ、いわゆる人流しをしてみて、はい、今の時点でこう感じてることってありますか？そうですね。あの朝から見てても、まあ、時々ボイルあるんですけど、あの結構活性高い時だと頻繁にボイルしてるんで、そんなに活発にちょっと餌追ってるような感じではないんで、まあ、あと追いかけてきたやつとかも、あのまあ、見切るというよりかはもうついてくるの自体が距離取ってる感じなんで、まあこのままちょっともうちょっと様子見て、ちょっと沈む、ワームとかでスローな感じでちょっと沈めていこうかなっていうふうに思ってますね。今日は厳しさ的にはどれぐらいの、まあ、50点が普通の日で、はい、100点は最高の日、はい、0点は相当厳しい日とすると 20〜30点。あ、それはこの風のなさっていうのが、そうですね、っていうかちょっと魚の方も、まあ、プリからアフターポストっていろいろ混在してる状況 と、まあ、この風のなさでちょっと絞りづらいっていうのが。下流の岩盤エリアです。8インチのベイの、テキサスリグ、これでやっていきます。でも本当鮮やかだとライン本当よく見えますね。そうですね、大体これでやってると、あのルアーが沈んでいってるスピードまでラインの動きで取れるのと、あとこうテンションを張ることによってその糸の存在を魚にこう気づかれてしまうんですけど、鮮やかのようにこうマーキングされてるラインだとラインテンション抜いた状態でもラインで当たりが取りやすいんで、まあラインが見えるっていうよりもラインのその波動で魚に糸の存在がバレることの方が多いと思ってるんで、ラインのテンションを抜いてやることで
逆にこう LINE の存在感を消してるっていう。お、チェイス追ってきたのでかかったですか？いや大きくなかったですね。ちっちゃかったですけどピックアップで追ってきましたね。何センチぐらい？いや30ぐらいじゃないですかね。なんか風吹いてきましたね本当に。ちょっとそうですね、まあ、風が吹いたらこう微妙な流れができてゴミとかもこう流れてくるんで、そういうの見ながらちょっと場所を選んだりとかはしてますね。ボイルボイル、なんか大きいボイルが始まる大きいボイルが風が吹き出したら大きいボイルが、うん、さっきあのオーバーハングの下に何匹か見えたんで虫でアプローチします。よし、でかいっすね。回復してるやつですね、うん、どういうふうにしゃくったんですか？今あそこのオーバーハングの下で何匹か最初見てたんですけど、まあ、最初アプローチして全然反応なくて、で、突然ちょっとボイル起こったんでその先に掘ってトゥイッチで逃がしたら一発で食いました。よっしゃよっしゃ、やりましたね最後の最後に。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。ちょっと表層付近に魚が結構見えてるんで、
ここはもうフラッシュ J スプリットのアバロン、これに変えて IG じゃなくてちょっとツイッチで狙っていきたいと思います。その引きっぱなしじゃなくて、はい、一瞬間を入れてると思うんですけど、はい、それはどういう間なんでしょうか。そうですね、まあ、ずっと引っ張ってきてもいいんですけど、やっぱりちょっと一瞬間を作ることでその食わすきっかけみたいなのができればなと思って。ちょっとさっきより切っちゃいですけど、今ちょうどお昼なんですけど、まあ、今午前中結構大苦戦した中で、まあ、2匹キャッチして、まあ、1匹目は虫ワームではあったんですけど、もう水面のトゥイッチの釣りで、で2匹目もこう小魚っぽいワームの水面のトゥイッチの釣りで、まあ、同じ釣り方で釣れてる感じです。で、すごいゆっくりしたまっすぐな I 字系のワームとかプラグだと、まあ、追っては来るけど距離が詰まらない、最後まで行ってくれないっていう中で、まあ、こうもうスピードが速いから、もうバスも見た瞬間ちょっと本気度が高くてバクっていっちゃうっていう、いや楽しいっすねこれは。お、すくる？すくる？なんかすげえ今高速で走り去ってったの何ですか。いや、ベイトで、ベイトを追われてるんですよね。ベイトしか見てない。ホイールするかもしれないですね、あいつ。あ、バスがついていってたんですね。そうなんですよ、バス追いかけてます。結構ルアー引くコースと勝ち合ったんで行くかなって思ったんですけど、行かなかったですね。うまく動かす、さっき聞いたコツで一番ラインスラックを見ると、まあ、糸のしなり具合、うわっ、めっちゃ出てきた。油断してた。今魚でかくなかったですか。いや、ちょっとそれなりにでかかったですね。ちょっと気抜いてました、今。ちょっとよそ見してしまう。でも横の釣りに絞ってから明らかに反応増えましたね。そうですね、まあ朝も横の釣りで出てくるには出てきたんですけど、やっぱり食わなかったんで、でちょっとツイッチに変えてからの方が魚の出てきた時のその勢いがやっぱりちょっとやる気があるっていうか、追い方のスピードが変わったんで、ひょっとしたら朝からこっちの方をやってたらもうちょっと反応違ったかもしれないですね。
やりましたね。はい、ちょっとちっちゃいですね。これどんな食い方だったんですか。もうオーバーハングの下から出てきて、そのままもう躊躇なく食いましたね。そう、エリア的にはやっぱりこの辺が魚濃いかなっていう感じはしますね。釣り方も、うん、横の釣りでオーバーした方が、あのオーバーハング下にいてるやつは多分食いやすいんでしょう、あの追いやすいんでしょうけど、あのどうしても愛知のスローな釣りだと見切られちゃうんで。ボイルしまくりですね。急にめちゃめちゃしてます。風と時間帯でしょうね、うん、今もう1分間ぐらいで 5,6 発やりましたけどね。そうですね、この風が吹いてきた本当まさにその時。ラスト15分です。はいですね。何したんですか。ピクピクです。ジャッカルの、はい、ワームじゃなくてハードベイトを使うっていうのはなぜなんでしょうか。そうですね、ちょっとあの散らばってるんで、あのプラグの方が、まあ、フラッシングも強いし引き波も多く出せるんで、ちょっと遠いところのやつ呼べるかなと思って。ラスト7分です。ほーい。見切った。見切りましたね。ダメですね。やりましたね。最後の最後に。あ、外れた。朝からあのスローな表層の愛知系の釣りから始めて、まあ、なかなかバスとの距離が詰まらないとか、あのロングワームのピックアップにやたらチェイスがあるとか、まあ、そういう小さなヒントをこう集めていって、なんて言うんでしょう、まあ、表層のワームでスピーディーな釣りだったら食わせられるってことに気づいて、まあ、結局その釣りで3本で、あのすごくまあ詰め方がシステマティックだなと思いました。で最後まあ夕方、まあ、ボイルも出てるし、はい、あのいろいろバスの反応とかを見てハードベイトがいいんじゃないかってことで、まあ見事その読みは当たったんですけど、はい、まああのそうですね、はい、ただあの本当に見事な、なんかこう詰め方だなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。クヨのこう感想としてはやっぱ最後の悔しさがまだ残ってる感じですか。そうですね、まあまあちょっと
午前中風もなくて、まあ、苦戦したんですけど、まあ、ちょっと午後から風吹き始めてから、まあ、ちょっと単発ですけどボイルを着たりとか、まあ、そういう中で、まあ自分なりにそのバンク沿いにいる魚、ちょっと詰めていけたかなとは思いますけど、まあ、ちょっと最後ね、バラしちゃったんでちょっとそれだけが悔い残ります。見つけました。はい、ありがとうございました。まあ、今回もう魚探もなしでもう本当に皆さんすぐにこう真似できるスタイルでやっていただいているので、ぜひやってみてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。